おはようございます。釣り子 TV です。木村健太プロやりましたね。エリートシリーズ昇格っていうことで、来年はですねトップカテゴリーでアメリカで戦う木村プロの姿が見れるよっていうことで、時を同じくしてですね、たまたまね木村プロどんなライン使ってるのかななんていうことで、このオルトロスのね PE ラインこれを実はね最近試してみていて、でそんな動画ね作っていたところ、木村プロ、エリート昇格おめでとうございますっていうことで、まずはこちらをご覧ください。おはようございます。釣り子 TV です。こんな感じのね、PE ラインを一巻買ってきてみましたよ。オルトロスのですね、ルアースペシャルで PE で WX8 ってことでいいのかな。ですね、WX8P1 っていう名前みたいですね。これね、非常にまあ価格もね比較的買いやすくて、まあ、3200円プラス税って書いてありますけども、店頭ではねもうちょっとね、安く買えたんじゃないかなって思って、今回ねこんな PE ラインを買ってました。早速開けていきたいと思いますけども、四つ編みの PE ラインっていう、これね、結構視認性のいいこういうホワイトカラーの PE ラインって好きで、それでもってこういう綺麗な白色ね、これどうかなと思って買ってみたんですけども、あ、結構なんていうのかな、張りがありますね。コーティングされているのかな。 PE ラインっていうとちょっとクテっていう感じかなっていうね印象なんですけども、このオルトロスのですね、PE ラインちょっと張りがあるなっていうことで、今回ね番手はですね、これは何ポンド買ったんだっけな、4号直径のやつで70ポンドの強さがあるよっていうねやつを買ってみたんですね。早速裏の方を見ていくと、追求したのはカバーから引き抜く圧倒的パワー、グラスをものともしない圧倒的タイマー猛性、確実に顎を貫き、センシティブなルアーアクションを可能とする高弾性率低振動、構造的直線性がもたらすバックラッシュ抑制と圧倒的キャスタビリティ、唯一無二の技術である、超超高強度 PE、中芯1本を高密度、WX8 本組で、締め込み、新開発 HPGZ 加工、加圧式樹脂加工を施すことにより、これらを可能とした異次元の、風合い、まさに一択へのエピローグ、新たな PE ラインの世界へと。まあ、裏にいろいろ書いてあるんですけども、その結構ね、ほんとさっきも言ったんですけど独特な張りがあるなというところで、まあ早速ですねこれをリールに入れて、釣りに行ってきたいと思いますので、実際にねどんな感じでね活躍したのかっていうのは、まあ釣りに行って帰ってきてこんな感じでしたよっていう風にね引き続きお伝えしたいと思いますので、というわけでまずはこちらをご覧ください。よっしゃ、きたー、ガバ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 、あ、大丈夫です大丈夫です、ふー、大丈夫です、いや、餌です、餌来ました、大丈夫です、レグイド、おい、ありがとう、はい入れ食いだ、ちょっと餌外します、一個大きい餌にします、これはマグナム餌です、は178です。
重ねてって70ぐらいまで混じってくれれば。おっしゃ、餌これも大丈夫なやつですね。大丈夫ね。はい、大丈夫なやつです。感覚が麻痺しちゃってるんで。はい、というわけで、帰ってきました。あのね、動画の方はそこそこにね、まあジョイクロで結構当たりが多かったよとかね、バットね抜き上げたよとか、そんなシーンになるんですけども、最近お気に入りで使ってるこのタックル、バンタムにエクスセンス DC、 この組み合わせで実はね入れていた糸っていうのがこちらのですね、四つ編みのオルトロスの PE ラインっていうことで、これどんな感じかなーっていうことで最近ずっと使っていたんですね。で、今回はね動画の方ではまあシーバスなんかを抜き上げたりしてましたけども、まあ開封動画を撮って、それから、しばらく今釣りで使ってっていう感じでやってるんですが、最近のまあ例えば動画で言うと今活のレプリケーターシェンローンとかね、あとはねこの後もね続々とこのタックルで釣った動画ね、まだストックがあるんですけども、ずっと使っているんですが、本当にねまず使いやすいね、ちょっとね張りがある感じなんですよね。で、自分の場合リーダー組まないでほぼ直結っていう感じで使っているので、この針がねなんというかそのルアーに絡みづらいっていうところで、使いやすいなっていうところと、あとはねまあ丈夫ですね。傷がなんだろう、入りづらいというかね、自分の場合ね、こういうズボラタックルでね、ずっとやってるんですけども、ですね、まずここに浮き止めゴムがあって、絡み防止パイプをちょっとこれぐらいの長さで仕込んでいて、で、スナップに直結だよっていうことで、これね、オルトロス入れて、それでもって、一回もまだ結び直ししてないんですけども、かなりのね、シーバス抜き上げたりなんだりしてってやってるんですけども、なんだろう、ほんとなんかね持ちがいいというかね、あとここの結び目のところですよね、ユニノットで結んで、で団子結び一発入れてっていう感じで、まあこんな感じのね、まあ、ユニノットはですね抜けないように7回ぐらい、抜いて、でまあここに結び目つけてってことでやってるんですけども、なんかねほんと全然下手んないし、あとね結構魚もねいっぱい釣ったんですけど、あと大きい魚もねそれなりに抜き上げたりしてるんですけども、まだねこうコーティングがなくならないというか、最初の張りが持続している。大概コーティングしている PE ラインって使い込むごとに何ていうかそのコーティングが減ってきて、それでまあ柔らかいね PE ラインにねしごかれてなっていくって印象があるんですが、このねオルトロスの PE ラインに関してはね、この最初の針が今のところ、持続しているなね、そんでまあねまだ動画編集はしてないけど、結構ねいっぱいいっぱいねでっかいルアー投げてね魚抜き上げているんですが、何の不安もないなっていうことで、通常だとあとは高切れとかするのが怖くて5号とか6号って PE ライン入れてるんですけども、今回ねこれは4号直径のものを入れてるんですが、まあ多少ねやっぱねキャストミスとかしてっていう状況でもね高切れしないっていうことで、これはね非常に使いやすい PE ラインだななんていうことで今ねお気に入りで使っております。で、まあこのタイミングなんで本当ね、木村プロが来期から、エリートシリーズに昇格っていうことで、ということは、世界でね戦うラインになってくるっていうことですよね。世界の最高峰のブラックバスのね、戦いの場でこの四つ編みのねオルトロスシリーズが、活躍するっていうことで、これはがぜん楽しみなんじゃないかなっていうことで、まあこれは PE ラインですけども、つい先日はねこういう感じでフロロカーボンの方ね、これもね以前に出た頃にね一巻買ってね非常に使いやすいんで、16ポンドってねよくブラックバスで使う番手の太さなんですけども、これもね最初に入れたっきりやっぱりね強度があんまり劣化しないなっていうことで、最後まで気持ちよく使える、そんなところが実際に使ってのね実感で感じ取れているので、こっちもね追加で購入してきました。まあ何にしても今年デプスすごいっすよね。
木村プロはエリートに昇格して、マッツンさんは、優勝してなんてね、もう来年ぐらいは本当デプスのルアーとかね、こういった四つ編みの糸がね、世界を席巻するなんていう瞬間がね、見れるかもしれないっていうことで、まあ今年ね、暗い話題が多い中ですごいなんか元気づけられる話題だなっていうことで、世界で戦う日本人っていう感じでね、活躍ね、ぜひ日本からね、みんなでエールを送ってですね、まあここら辺のね、ラインが世界を取る気を夢見てね、応援していきましょうねっていうことで、引き続きまあタックル紹介でアピローンって言ってこういうもの使ってるよっていう感じでしか出てこなくなると思うんですけども、自分がこの島のな組み合わせでね、バスを釣ってる、シーバスを釣ってる時はこのね、オルトロスっていうね、8本寄りの PE ラインが入っておりますので、実際ね、本当買いやすくて強度抜群で、まあ糸巻き量とかもね、程よい感じで販売されているので、店頭で見かけたらぜひね、チェックしてみてください。はい、というわけで本日のスリコー TV はこちら、世界で戦うですね、木村プロが使っている、こちらオルトロスの PE ライン、これをね使ってみたところ非常に具合が良かったよってところと、エリート昇格おめでとうございますというこういった動画でした。はい、また会おうぜ。